も終わりますね。いや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 、今年2度目の浴衣かも。そうだよね、2度目の浴衣です。やっほー。これはね、去年かな、去年着たやつ。ちょっとあんまり髪の毛は見ないでねあんま髪は見ないで。そう、なんか時間何分とか割とこだわるの好きなタイプです。下はジャージって、浴衣の下はジャージとかないよ浴衣はもう浴衣もう上も下も浴衣。ケイチさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。後ろ向けない日よ今日。ズキチさん会いたい、会おう、会いましょう、会いましょう。私も会いたい。あ、そうよ、朝のツイートも7時7分なんよ朝のツイートも7時7分。気づいたかい、気づいたかい。ということでテロップも書いたということで、じゃあ終わりますじゃあ壇上を読ませていただこうと思います。13位、金色金魚さん嘘、冗談、まだ終わらん、さすがにまだ終わらん。今何分さすがに数分では終わらん。つなさん、しょういちさん、ゆうじいさん、ありがとうございます。やまりさん、結婚は姫なのでしません。グッドアースさん、さっさん、千畑さん、つなさん、かわいい、ここありがとう。かげひろさん、よっしーさん、よっしーさん、ひろのりさん、とらさん、まーくん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。よし10個ありがとう。スライトさんもありがとう、ありがとう。翔一さん、会いましょう。皆様のお願い事は何ですか。今日は雨だった、広島雨降ってた、今もまだ降っとるんかな。結局雨だったんですけど、七夕だけども。ピエマさん、星10個ありがとうございます。雨で織姫様に会えなかったので、代わりにさや姫が来ましたという設定にしよう今思いついた、いいね。ね、七夕って雨のイメージあるよね。なんか毎年行ってる気がする、七夕なのに雨だって言って。毎年行ってないっけね。ストーリー性が今思いついた、なかなか良くない。雨で織姫様に会えなかったので代わりにさや姫が来ましたよね、雨がね、明日とかも雨降りそうだよね。梅雨か。
関東は晴れてた？東京は晴れてた？それはじゃあさや姫必要ない。それはさや姫必要ないな。ヤンカーさんありがとう。山内さん、宮西田19号さんありがとうございます。なんか暗いかな。今ライト調整中。まあいっか。まあいっか。アイスさんもありがとう。しんちさん、てつりさん、そうよ、ケープ買ってきたんよ今日。もうケープバッチリバッチリバッチリ動ける。ほらこことかもバッチリバッチリ。ケープは重要や。ケープは重要だ。あんま前髪今日うまくいってないけど。とりあえず固まってはいるから。いっこさん会いましょう、会いましょう。エラッティさんありがとう。そうよ、自由自在に動けます今日は。ネイチさんもありがとう。今日は夏場的みだった私。なんか山猫ポーズさんありがとうございます。牛牛ありがとうございます。あっ、ケイサラ大好きなさんもありがとう。レイジパパさんもありがとう。そうなので、なので夏に負けないように気合を入れていこうと思います。水分補給しとるんやけどね。してるはず。割とお水はいっぱい飲む方。私一日でどれぐらいかは分からんけど、飲む日はめっちゃ飲む。2リットルとか飲んだらいいって言うよね。一日2リットル飲むべきっていうよね。2リットルは飲めてるかな、飲めてるのかな。ちょっと意識して飲んでみよう。あれをね、大きいペットボトル1個にか2リットルをね。ツナさんありがとうございます。短冊か。短冊10個ありがとうございます。短冊一杯の水。ひたひろかんが僕はきらたた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 たありがとうございます。お疲れさん。牛牛結局なんで七夕が牛なのかっていうのは解決してないけど、牛
願い事はしました。しました。皆さんが過ごす世界がこれからもずっと優しさで溢れますように。これじゃない、一番はこれじゃない。あと私が夏バテしませんように、夏に打ち勝てますように。模範解答みたいな答えになっちゃったかな結局。本音はだって、うん、結局そうじゃない、そうじゃない、心からそう思います。あ、朝に強くなれますように。結局いろいろ考えた結果嘘くさいことになっちゃった。ごめんなさい。そう、朝方に戻れますように。そうね、そうね、それは星に願いたいね。私が超朝方人間になれますように。12時過ぎにはもう寝て、6時とかに起きる。朝方人間になれますように。2歳さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。タワーだよね、ひこぼしタワー、ありがとうございます。あれ、まだ前回いただいて、前にいただいたやつとかもお礼ができてなくて申し訳ない。ありがとう、またお礼させていただきます。ありがとうございます。ひこぼしだ、ひこぼしさんだ。自力で頑張ろう、自分で何とかしよう。そうなんよね、結局さ、自分のことってさ、七夕で願うことじゃないなってなって。自分次第だから、なんか願うことじゃないなって、そう真剣に考えたの私今日、七夕の願い事なんだろうって思って、そうで考えた結果なんかかっ、やめてやめて、そんなさかっこいいとか言われたらすごいあれじゃん、やめてよ。やめてよ、そんちょっとそんなつもりだったんじゃない。やめてよ、そういうこと言われたら恥ずかしくなるやつなのでやめてください、やめてください。恥ずかしくなるやつじゃん。軽く流してさらっと、あ、そうそうねみたいな感じで。そんな、待って、話をもらんでよ、これが私の生き方とか、そんな話をもらないでよ、そんなことを言わんで、言ってないよ、言ってないよ。なんだろう、ここが私のアナザースカイ、瀬戸内です。やめてください、ちょっと恥ずかしいやん、やめてやめて、そんなつもりじゃなかった、そんなつもりではなかったです。もういや、話を変えよう、自分のことじゃ願う、自分のこと願おう、自分のこと、なんだろう、なんだろう。え、宝くじ。宝くじとかはさ、あれじゃん、運だからさ、願いたいね。願ったらさ、ちょっとは当たる確率なんか上がる気がせん。お疲れさん、ありがとうございます、ありがとう。織姫さんだ、織姫様、織姫様ありがとうございます。さや姫、さや姫と織姫と彦星がいます。ありがとう、また後日お礼させていただきます。
あの誕生日とかにもいただいたタワーがのお礼はちょっとできれば土日中にしたいと思ってます。でもできれば頑張りますできれば土日中にしたい。遅くとももうとてももし遅くなったとしても、あの来週の前半にはさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう少々待ってくださると嬉しいです。ありがとう。ちゃんと全部メモに控えてるのでお礼させてください。すごい背景が素敵。星がいっぱい。私天の川って見たことないな。実際見れるのかな。見れる地域ってどこら辺なんだろう。ロボリンさんありがとう。私星に願いたいことあった。あった。今すごいある。星に願いたいこと。猫アレルギーが治りますようにこれはもうどうしようもない、どうしようもない。私の力ではもう多分どうしようもない。猫アレルギーが治りますように。悲しいよね。私この人生一生涯猫ちゃんと心から戯れれることがないのかって可愛い猫動画とかを見ながら思います。恋してカープさんありがとう。ありがとう。心からの願いです。かにゃしいです。かにゃにゃしいです。犬はね多分大丈夫なんですよね、おそらく。でも猫ちゃんずっと一緒に暮らしてたんですけど、一緒に暮らしててもう初めの方とか可愛くてもう一緒に寝ようって言って布団に入れて一緒に眠ったりしてたんですけど、もうそんなことした次の日にはもう大変なことになってた。目の赤い部分が上にせり上がってきて大変でした。で私はもう猫ちゃんとゴーグルしてらどうなんやろ。やったことはなかったけど、カニャ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 。こんばんは。こんばんは。姫です。さや姫、織姫。さや姫って私本当にただ単の思いつきで言ってるけど、何なんだろう。さや姫、さや姫とは。浴衣です。唐突に着てみた。夏瀬戸内じゃない、七夕を感じたくて。夏の元気を出そうかいです。これ暑さに負けるなかいです。お話し会、今月のお話し会は浴衣は着るんですけど、これじゃない浴衣ですので、これは去年のやつ。また新しいやつ着る。お話し会の時はお楽しみに。もうすでに3回も着る予定があるね。もちきゅうさんめちゃかわいい。ありがとう。めちゃかわいい。ありがとうございます。ありがとう。
存在無価値の人だって。七夕じゃなくてなんだっけ、織姫じゃなくて願い事書く紙ありがとうございます、なんだっけ、また忘れちゃった。存在無価値なんてそんなことない、そんな人いないよ、そんな人いないけど、でも私もそう思っちゃう瞬間いっぱいある人なので、とても気持ちがわかるけど強く行きましょう一緒にそんな人はいない、そんな人はいない、誰しも。あ、短冊ってみんな短冊短冊短冊ありがとう短冊短冊でありがとうございました。陣来さん、ジャパン前さん、ありがとうございます毎日ですって、毎日なの、もうそんなことないですよ。価値なんて誰かが決めるものじゃないからねなんか今日なんか今日なんか語りがちかも。でもやめようやめよう、ちょっともうちょっとなんかその価値はね誰かに決められるものじゃないです。そう、自分自身で決めていくものです。作っていけばいいだけです。周りが決めるものではないです。あれおかしいなおかしいな、なんか今日どうしたんだろういやいや、カメラ目線ではちょっと言い切らんちょっとカメラ目線で言ったらあれやん、決めすぎやん七夕の名言探しってそんなんじゃなかった。カメラ目線、何見てるんだよ、なんでこっち見るの何見てるの何かさ、前髪がさ、前髪の正解がまた私分かんなくなっちゃってきてる気です。前髪正解が正解、前髪前動き。でも私ね、クルンってする、結構アイドルの子がしてるクルンってやつがね似合わないので、結構このパッツンの前髪でやらせてもらってるんですけど、前髪ってなんだろう、前髪って不思議、なんで人類は前髪を作り始めたんだろう。もし人間に目がなかったらさ、目が、おお、とかよく一人で考えてます。前髪上げる派？いいね。私も前髪ない、前髪ない、今もう固めちゃってるからできんけど、前髪ない人もでもかっこいいよね。今 STU は誰かいるかな、前髪ない、いるっけ。アリさん、アリさんは前、今ないかな、今って
作ってたけど今はもうないのかな、伸ばしとるのかな。この前のレッスンの時はあげてた気がする。どっちもどっちもいけるのいいね、強いね。フェルマさんありがとうございます。ありがとう、前髪なかった時期あるよ私。結構なんかもう前髪目に入ってるの嫌っていう人だったので人だったから、ちっちゃい頃とか前髪を上げてないとなんか嫌ってやってたから小学校低学年とかまでは前髪なんかこう上にピョンピョンって開けてたと思う確か。でもだんだんとそういうなんだろう、前髪周りもあるみんなある子が多いなとかなって、多分ねおしゃれとかに目覚めて作り始めたんだと思うだから本来私前髪ないのが好きだったはずだけど、もう今は逆にないと落ち着かんよね。でも家とかではもうほとんどピンでクリップでポンポンって止めて前髪なしでですね、オフのお家の時は楽ちんスタイル。だよね、そう見てみたい。だって気が向いたら、気が向いたらねそう今日私はちょっと夏バテ気味だったので、元気を出すためにね私歌います唐突に歌います。唐突。配信してたらなんか元気になってきたな。ちょっとレアかもだけど、夜中にひっそり歌いますなんか始まった、ぬるっと。皆さんちょっと一緒に歌って、一緒に歌っての意味が分からんけど、ただの気分です、気まぐれやめて、なんか今日はかっこいいぞってやめてよ、やっぱやめようかな、やめようかな。今日どうしたんだろうね、なんかえ、な、わかんない。ちょっとそんなこと言われたらもう歌いたくなくなってきた。カラオケ、あれから、にゃん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 、声出るかな。よし、なんか画面がカタカタしてない？こっちの画面だけかな。
まだ時間あるのかな。44分、まだいける。それちょっとね、花火って歌詞があるから、ちょっと花火大会風って思って歌った。この曲歌いました。あ、まだエコーかかっとるの。あら、どうしたらいい。じゃあちょっと次は明るめの、あれ待って、お歌おうかな。あるのかな。おっと、ちょっと高いから出ないかもしれない。ああああああ、深く帰りで歌
どうしよう、まだ時間あるかな、50分あと1曲ぐらいいけるかな。何歌おう、何歌おうかな、あと1曲いける。ちょっと STU 曲探してみよう。何があるんだ、何があるかな。歌えるかな、歌えるかな、ちょっと2番とか大丈夫か。ちょっとまたちょっととある場所で歌わせていただいたこと1回だけあるやつ。あ、ごめん見てなかった、コメントに見えなかった見えなかった。あ、サングラスデイズいいね、ちょっとちょっとでもちょっと入れちゃったI'm not afraid to die.
になっちゃったとこがあった。ちょっとあやふやなとこがあって申し訳ないです。懐かしい。もう55分だって、55分だって。じゃあちょっとサングラスデイズをかけながら壇上読みますサングラスデイズとかかけながら壇上読もう。ちょっとサングラスデイズ、ちょっと多かったのでコメント。エンディングソング、今日は夏の元気を出そう配信でした。元気に。ファイル間違えた